最後です、ちょっとだけお話をご覧いただいて分かるかと思うんですが、譜面もなければ何も用意してない状態で、今日ちょっと散歩して浮かんだモチーフをもとに広げて弾いています。僕はこういう手法でずっとやっているんですけれども、でその手法をまとめたアルバムが今日ちょうどリリースされまして、その告知の DM がパンフレットの中に入っているかと思うので、よかったら覗いてみてください。多分今日プレスリリースも発表しているので、インターネット上のいろんなニュースサイトにも出ているかと思いますので、よかったらお気に召していただければポチッと。最後にあと2分ぐらいですから1曲だけお届けして終わりにしたいと思います。